中学入試、脳トレにちょうど良い面積の問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。この四角形 ABCD で AD と BC は平行、 E は直線 BD 上の点で AE と DC も平行です。三角形 ABE の面積が8平方センチメートルであるとき、三角形 EBC の面積を求めてください。では解説をします。 AE の延長線と BC の交点を F とすると、四角形 AFCD は平行四辺形なので FC イコール AD イコール4センチ、 BF イコール 10-4 で6センチであり、三角形 AED と三角形 FEB の相似により AE 対 EF は4:6イコール2:3なので、三角形 ABE と三角形 FBE の面積比は2:3、三角形 EBF と三角形 ECF の面積比は3:2より上のようになり、20平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。点 N が BC の中点の時、角 X は何度ですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。